はいどうも皆さん、こんにちは、ゼコこです。それでは今回なんですけども、歩くだけで D ポイントやポンタポイントが貯まるということで、今回は歩くだけでポイントが貯まるアプリ、トリマについてですね。確か去年あたりに一度紹介したことがあるこのトリマというアプリなんですが、まあ、ここ最近ですね、CM などを打ち出したりですとか、ポイ活もかなり盛り上がってるということで、改めて使い方を含めて解説をします。歩く以外にもですね、ただ移動するだけでもポイントが貯まるので、ぜひですね、いろんなポイントを貯めたい方は参考にしていただければなと思います。それでは ってみま、しょう、まあ、そもそもね、今回紹介するこのトリマとはということなんですが、タイトル通りですね、歩く、そして移動するだけでもポイント、まあ、D ポイントであったりとか、ポンタポイントが貯まる無料のアプリでございます。まあ、以前紹介した時も含めてですね、まあ、かなり利用されてる方も増えてきてるのかなと思うんですけども、こちらが公式ページでございます。トリップしてマイルを貯めようということで、まあ、このマイルっていうのはこのトリマ専用のポイントのことでございます。対応してるのは iOS、そして Google Play、Android も対応しているということでございます。で、このトリマなんですね、 ですけども、まあ実際にこのアプリを始めたらわかるんですが、移動するとタンクにそのマイルっていうのが溜まっていくんですよね。で、そこからタンクが満タンになると、そのマイルを回収することができると、それでその溜まったマイルっていうのがポイントとかギフトと交換することができます。 で、このサービスを利用するためには、スマートフォンのこの位置情報の利用許可が必要でございますので、ここはね、事前に押さえておいてください。で、後ほど僕も実践するんですけども、このアプリ自体、貯め方はいろいろありまして、歩数はもちろんですけども、アンケートとか友達紹介、そしてガチャスロットっていうね、まあゲーム性もあって、貯め方としたら結構楽しいポイ活の一つでございます。で、なんと言っても、やっぱりね、トリマといえばこのマイル交換、ポイントの交換先がね、まあ結構多いんですよ。例えば、ワンオンポイント、ナナナコポイント、アマゾンギフト券、そしてみんな大好き D ポイント、 ポイント、ポンタポイントであったりとか、Google Pay、iTunes ということで、まぁ、あ、ちょっとここにも出てるんですけども、ドットマネーを通じて交換されますということで、普段からね、ポイントサイトとか利用されてる方がご存知かと思うんですけども、それがね、こちらがあの、アメーバが提供するドットマネーというものなんですけども、今出てるような、このトリマの、例えば3万ポイントが300万円、いわゆる300円に交換することができると、しかもね、リアルタイムで交換することができるんで、まとまったポイントがあればサクッとね、 交換ができるんで、そこがまた魅力的なんですよね。しかも、このドットマネーの300万円を、今お伝えしたような D ポイントはもちろんなんですけども、今ここらに出てるようなポイントと交換することができます。先ほどのページで含まれてないものであれば、例えば楽天ポイント。まあ、ちょっとね、これはレートが下がっちゃうんですけども、銀行振り込み普通に現金にも変えることができますあと T ポイントは1000万円から交換でき,できたりとかもするので、なのでこのドットマネーのおかげで交換先が多いんで、それがね、また結構魅力的なんですよね。で、他にもデジタルギフトの交換先として、ファミリーマートとかロー 損であったりとかこういったものでも交換することができますまあこういったねページも見るのもそうなんですけどもやっぱりね実際に使ってみないとなかなかイメージ湧かないところではあるので実際に僕が使ってきたので見ていただければと思いますまあすでにね僕の場合もトリマーをインストール済みで距離も0からスタートするのでまあ、結構わかりやすいかなと思います頑張ってね朝6時43分起きて撮影をしてきましたでこのサービスを始める前に必ずねこの位置情報のところが設定をする必要があるんですが僕 iOS iPhone の場合なんですけども位置情報を使用中のみではなくて常に に変更していただく必要がございますこの設定するをタップしたら直接ねその画面に切り替わるんですが僕の場合今現在 iphone の位置情報の設定がこのトリマの場合使用中のみになってるんでこれをタップするとここにチェックが入ってるのがわかると思いますそれを下の常ににチェックを入れ替えていただく必要がありますこうすることによってアプリを利用することができるんですがまあ先にお伝えしておくと位置情報を常にに設定してるんでやっぱりねバッテリーが食っちゃいますそこだけね分かった上で利用してください ではですね、今日早起きして、僕のね、ロードバイクで移動してきまして、今回はちょっと歩こうと思ったんですけども、まあ、このアプリ自体は、 歩くだけでもいいんですが、移動だけでもポイントを貯めることができるんで、まあそれも踏まえて参考にしていただければと思います。で、ちょっとね、スタートの場所の撮影をできてなかったんですが、だいたい博多駅付近ぐらいでね、スタートしまして、その博多駅付近ぐらいからどんどん登ってって、大体3.5キロの地点からちょっとね、スタートした状態にはなるんですけども、そっからね、どんどんとこんな風に登ってって、登ってって、このね、4.1キロメートルの時点で目的地に着きまして、まあ朝一で行ってきたのはこちらのね、福岡市展望台ということで、こちら結構ね、 まあ観光にもおすすめかなと思うんですけども、その名の通り、まあ、福岡市内がね結構一望できておすすめのスポットでございます。まあ朝はね本当人も全然いないんでめちゃくちゃ快適だったんですけども、夜はねめちゃくちゃ夜景が綺麗なんですけどもちょっとね一人で来る勇気はございません。でこのアプリをね起動しながら見ていくと結構面白いのがこの先ほどお伝えしていたタンクというところなんですが、これがね移動するにつれてどんどん溜まっていきます。で移動したことによって歩いてはないんですけども歩数もねどんどん稼いでいくような感じなので、まあ自転車はもちろんなんですけども。 車とか電車の移動も確かねこれもカウントがされてたような気がしますちょっとね今回実験ができなかったんですが確か僕が前やった時は移動距離が稼げたような気がしますねでそこからねさらに移動しまして福岡市は天神の方にですね移動しまして山から降りてきて僕がね好きなスポットのこの博多ベイサイドプレイスっていうところでねこちらもねまあ市内にしてはね気分転換ができるいいスポットなんですけども本当ね朝一移動したのはいいんですがめちゃくちゃ汗をかきましてめちゃくちゃねポカリスエットが本当に美味しく感じましたで実際の 先ほどの場所からの移動距離として大体約10キロぐらいですかねそれをね僕の自転車で移動しましてまあまあいい運動にはなったんですけどもアプリの方を見ると先ほどお伝えしたタンクがですね1個目のタンクが満タンになりましたという風に通知が来ましてこれでねまず1つ目の100%が貯まった状態ということでございますでそこからねもう少し移動しましてまあだいたい約100%と58%分のねタンクが溜まった状態で次にですね溜まったタンクの分をですねこのマイルに交換をしたいと思うんですけども交換方法2つあるんですが この動画を見てこの100マイルプラスカプセルと獲得または25獲得ということでまあ、ぶっちゃけねこっちの方がもうポイントが高いのは見,えて,見てわかると思うんですよねですけども動画を見ないといけないんですよちょっとこれが面倒なところではあるんですがまあ一つのミッションですね例えばですねこれをタップしたら 広告が出てきます。まあ広告がね、いろいろ流れてはくるんですけども、その広告が流れ終わった後に、このガチャポンがですね、流れまして、まあ一つね、メダルをゲットできたと。ちなみにそのメダルはね、3等ということで、2等であれば100マイル、1等であれば、なんと10万マイルということでございます。 ま、十万マイルとは言えど、普通のポイントにね、交換すると、確か千ポイントぐらいだったんですけども、ま、あそれはそれでね、一等が当たるとテンションが上がりますね。で、このままね、動画を見て再チャレンジしてもいいですし、このまま閉じてもいいんですけども、僕は今回ね、この閉じるをタップして、一旦これで60ポイント、60マイルをゲットしたということでございます。で、先ほどね、ゲットした1枚のメダルに関したら、右上のここをタップすると、スロットを回すことができるので、またさらにね、そこでポイントを貯めることができます。で、さらにね、マイルを獲得したい場合は、また同じようにタップすると、またこんな風にポイントが貯め あるので、どんどんんんねポイイントをを貯貯めめるるととここな風にに移動距離によってマイルを貯めることがで溜ま,まったマイルの交換方法なんですけども、ここのそのまま交換というところをタップすると、まあ、交換アイテムっていうのことがいろいろ出てきます。まあ今現在135マイルしかないので、何か交換できるものはないんですけども、先ほどのタンクにも交換することができます。タンクが1個増えて有効期限はないんですけども、最初の3個と合わせて最大10個まで増やすことができたりとか、スピードアップ定期券、ちょっとこれ僕使ったことないんですけども、交換から7日間なんと、 タンクが3倍のスピードで溜まったりですとか、他にもこういった歩数上限5000歩、あとローラースケート、こういったものもね、あったりするんで、まあ、アプリの楽しみ方いろいろあると思うんですけども、かなりね、効率よく使えばこんな風にマイルを貯めることができます。で、この他社ポイント交換というところをタップすると、まあ、先ほどもお伝えしたように Amazon ギフト券の300円分、iTunes ギフトコードで7個ポイント、まあ、こういったポイントに関したら3万マイルで交換ができたりとか、T ポイントも10万マイルで交換。 で、これで1000円分ですね。他にもワンオンポイント、D ポイント、g o Google p プレイギフトコード、ポンタポイント、楽天スーパーポイント、銀行振込みっていう感じで、一応こんな風には出てはいるんですけども、冒頭でもお伝えしたようにドットマーニング交換して、そこから、こういった他社ポイントに交換するという,う流れになります。ちなみに右上の商品引き換え券ってことですね、タップすると、これもね、先ほどもお伝えしたようにファミリーマートの、ファミーマカフェのコーヒーの券であったりとか、ファミリーマートのコレクション、まあお菓子いずれか1点であったりとか、ローソンのね、プレミアムロールケーキあと唐げくん、ハーゲンダッツ、 ま、こういったものと交換することもできます。まあ、個人的には他社ポイントに交換するぐらいがちょうどいいかなと思いますね。まあ、他にもね、このマイルを貯める方法としてアンケートに答えれば、ま、こういった風に300マイルもらうことができたりとか、あと、このミッションというのがあるんですけども、このトリマを経由して楽天カードを経由したら72万マイルもらうことができます。いわゆるこれ7200ポイントぐらいですかね。それがもらうことができます。ひょっとしたらね、ポイントサイトみたいな機能を持ってるんですよね。このエポスカードのビザ。まあ、これもね、ポイントを大体今、えっと5120 20円で作れたりとかまあ期間によってはお得な時もあるかもしれないですねあと買い物する時もこのトリマ経由をしたらですねヤフーショッピングもねこのトリマを経由すれば0.651%分のマイルをもらうこともできたりしますでもしですねまあこのトリマを使い終わったらその日使い終わったらですね位置情報の設定変更をすることをお勧めしますこれ僕 iOS の場合なんですがこのプライバシーのところをタップすると位置情報サービスがオンになってますその中でまあいろんなメニューが出てるんですがそこのトリマというところ先ほどね常に 常に変えたと思うんですが、この常ににしておくと、もう本当にね位置情報がずっと働きかけて、ここにいますよってずっとトリマが言い続けてるんで、やっぱりねバッテリーの消耗が激しいんですよね。なので使い終わったらこんな風に無しにするぐらいがちょうどいいかもしれないです。ということで今日お伝えしたアプリトリマについてのまとめなんですけども、特徴としては歩く移動するだけでポイントが貯まると、で貯まったポイントに関してはドットマネーを経由して D ポイント、ポンタポイント、ワンオンポイント、現金などにもすることができるので、まあ、ちょうどいいかなと思います。で注意点としたら利用しないとはですね位置情報の設定変更 することをお勧めします。もうほとんどね室内にいることが多いとか移動をほとんどしないっていう時はオフにすることをお勧めします。じゃないとねやっぱりバッテリーが消耗してしまうと結構大変なのでまあそんなこんなで今回は歩いてポイントを貯めるトリマーについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。僕もねちょこちょここのアプリ使ってはいたんですけども前の iPhone XS の時のバックアップを取ってなくてデータがゼロの状態で始めちゃったんですよね。なので過去のねデータを紹介できなかったのがちょっと申し訳ないんですけどもまたね今回のこのタイミングで移動長い移動とかする そいう時は、またトリマを活用して、ポイ活を楽しもうかなというふうに思っております。まあぜひですね、このトリマを使って、これぐらいポイント貯まりましたよとか、これぐらい交換できましたよみたいなことがあればですね、ぜひコメントいただけると嬉しいです。そして今回紹介させていただいたトリマのインストールリンク、概要欄に貼っておきますんで、まだインストールされてない方はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました